フィーバーノバ、フィーバーノバはアディダス製のサッカーボール。2002フィ f ファワールドカップの大会公式試合玉である。サッカーボールは従来通りの五角形の革12枚と六角形の革20枚で構成された切れただき二重面体のボールである。しかし、デザインは1978フィ f ファワールドカップの公式仕様級単語から伝統的に使用され続けたものから脱却が図られ。 色鮮やかで革新的なデザインとなっている。そのデザインの最大の特徴は、トライゴンと呼ばれる4つの図形からなるグラフィックである。これは、金色の部分は、日本と韓国がワールドカップのために努力するエネルギーを、炎は、両国の経済成長の原動力となった日を、4つの三角形状の模様は、両国の均衡した産業の成長をイメージしたものである。また、 この形は開発が進められていた新型のサッカーボールチームガイストのパネルの形状の一つが密かに表されたものとも言われている。また、ボールの正確さも特徴でガスを充満させた小さなカプセルをマトリックス状の素材、シンタクチックフォームをボール表皮に注入する技術を使用し弾力と回転力を一層高めている。ありがとうございます。